メタバースパパニュース。こんにちは。いかがですか？体調崩してないですか？そいつはよかった。さあ、このパパ丸山がお届けするメタバース入門バラエティ、今回はですね、許せない一言お届けしていきたいと思います。まあ、IT 業界に私20年以上いるんですが、お客さんとか身内からいろんなこと言われている中で、これは許せないなという2つお届けしていきます。それでは参りましょう。メタバースパパニュース。IT 業界に20年いて許せなかった一言2選。一つ目はお客様から言われたこちらの一言。ドゥドゥン。電話機置くだけなのになんでこんなに高いの。こちらですね、まあ、これちょっと噛み砕きますとですね、振り返りますとですね、私コールセンターのシステムを提案するという仕事をしています。で、当時はシステムエンジニア SE としてコールセンターに収める機器の設定とか、もちろん電話機を置いたりとかっていう仕事をしていました。で、これね、お客さんから見ると私の仕事ってただ単に電話機を机の上に置いて回る仕事に見えちゃうんですね。見えちゃうんですよ。ところがどっこい、これコールセンターのシステムってまず電話番号設定します。で、電話番号が着信した後にどういう処理をするかっていうコールフローっていうね、電話の処理をこう書くんですね。プログラムみたいなので書くんですね。で、オペレーターさん登録して、録音の設定して、意外とこう裏でちょこちょこちょこっていろいろ設定してるわけです。これにね、半年ぐらいかけてるんですね。なのにポッと電話機を置きに行った時に言われたのがさっきの一言なんですね。これ当然ね、悪気あるかなあると思うんですけども、そのやってもらっている仕事に対してあまりにもこうリスペクトがないなと思った時ですね。たかだかそんな作業でなんでこんな高いみたいなね、言われることあなたもあるんじゃないでしょうかね。これだから、こういうことを投げかけちゃいけない、こう相手の仕事の表面だけを取ってこう文句を言っちゃいけないんだなと、ここ反面教師に私はしております。世の中にいろんな仕事があって、今聞いているあなたもいろんな仕事をねしていると思います。人間やはりこの仕事をバカにされるっていうのが一番腹に立つと思うんですよね。そうで、みんなね、少なからず誇りを持っているし、社会の役に立ちたいと思ってるんですよ、根底ではね。だからやっぱ相手の仕事にリスペクトを持って接するっていうのがね、非常に大事ですよね。これ余談ですけれども、子供からお父さんの仕事何してるのって言われて、コールセンター作ってるって言うとね、ピンとこないですよね。だからね、私の仕事ね、多分電話屋さんだと思ってますなかなか難しい、コールセンターの説明ね、難しいです。さあ、そして2つ目、許せない一言2つ目、同じ会社の別の部署の上司から言われた言葉。ドゥドゥン。何、今回の提案できないの？じゃあうちの会社にはこの仕事ができる人間はいないって言いますね。これですね、これもちょっと経緯を話しますと、まあ、コールセンターの提案ねしているんですが、その中のお客様のね、こう要件でどうしてもうちの会社ではできないっていう部分があったんですね。で、2週間ぐらいいろんな会社に声をかけて協力できるところないかっていろいろ聞いたんですけども、外の会社でも協力してできるところはなく、で、さらに自分の会社のこう身内の中でも協力してくれる人たちがいないということで、残念ながら今回いないんで提案できないですよと言った時の一言がこれ。うちのせいなの？何、私のせいなの？みたいなね、のありましたね。これ敵は本能寺にありみたいなね。あ、そっか、こういうなんて敵というかね、こういうの投げかけてくるのは身内にもいるんだなというのね、はい、学びましたね。そうで、外にもね、うちにもね、まあ、そういう攻撃的な言葉をね投げかけてくる人はいるんということでね、こうのれんのように交わしていくというのをね、そう学びましたし、こういうなんか仕事を一緒にして気持ちいい人とだけやろうっていうのね、
非常に思いました。会社員だから選べない、いや選んじゃいます。もう選びます、その部署から来たらもう後やもう知りませんっていう言うようにしようかなと思っております。はい、両方とも共通して言えるのがですね、やっぱりリスペクトがないっていうね、そうところかと思いますね。やはり人間と人間の付き合いなのでね、リスペクト、ね、やっぱ必要じゃないかなと思っております。はい、でもこれちょっと鑑みてね、あなたも私もね、他の人にこうリスペクトのない発言をしてないかってね、これ気をつけてねいきましょうね。そう、これだとね、余談ですけどもね、私アナウンサーになりたくてですね、そう、これ別の許せない一言事件なんですが、アナウンサーを受けたくて某ですね、某を、東北の放送局を受けに行きまして、私最終1個前かな、1個前の役員面接まで行ったんですね。でもお偉い、当時私だから22歳ぐらいの時に、もうお偉いね、おじさんたちがブワーって、ね、12人ぐらいいるんですね。ゼーレかここはって、ね、エヴァンゲリオンのゼーレかと思ったけど、ザーって言ったんですけど、その時開口一番で言われたのがこちら、ドドン、君アナウンサー向きの顔じゃないの分かってる？いや分かってるよいや分かってるよと思って、だからラジオのアナウンサーになりたいんだよっていうね、テレビ局のアナウンサーですけど、ラジオ寄りでやりたいんだよってね、すごくね心の中で思いましたけども、はいダメで当然受かりませんでしたけどね。そう、まあそうよね、いろいろ言われるんですけども、やはりねリスペクトですよ、やっぱり人間と人間の付き合いなんでね、リスペクトが必要だなと思います。はい、というわけで今回は私のね IT 人生の中で許せない一言お届けいたしました。まあね、このリスペクト、やはりこれね、ぜひリスペクトを覚えて帰っていただきたいと思います。はい、というわけで、ぜひ敬意がないという話の敬意をお届けいたしました。最後悩んでこれ、大変アイスコーヒー作りすぎちゃった。虎の会アイスコーヒー絶賛発売中。コメント返しのコーナー、今回はですね、子育ての話題で宿題の難敵、読書感想文のコツを結婚式の手紙から読み解くという回にコメントいただきました。まずはケイユさん、パパさん、真夜中の配信おつです、おつです、お疲れ様です。今日 YouTube 見てたら急にファーストテイクが始まって、え、なになにと思って、そしたらキリンの川島さんが出てきて、何歌うんと思ったらこれ、あ、リンク貼ってあります、ありがとうございます。確かにイケボといい、お顔の下半分といい、パパさんの似てるとこある。あ、ということは結婚式の司会だけじゃなく CM もいけるで、パパさんありがとうございます。なんならラビットのね MC もねお待ちしております。キリンです、よろしくお願いしますなんとなくね方向性似てる、方向性人間をこうなんかジャンルで分けたら同じようなジャンルなんじゃないかなと思ってます。キリンの川島さん、いつかお会いできる日を楽しみにしております、よろしくお願いいたします続いてショコラスクさん、読書感想文は本を読んだ上でのフリートーク、実体験分かりやすい、ありがとうございます。パパさんの結婚式の司会いいな、もう一回結婚するなら依頼します。じゃあ来世でぜひよろしくお願いいたします。そう、これボイシーとかポッドキャストとか聞いてる人たちって結構年齢層高いんじゃないかなと思うので、もうね結婚これからするよって方少ないかもしれませんが、もし結婚式の司会探しているようではぜひお声掛けよろしくお願いいたします続いてリアル差し入れ届きました、開封の儀の回にコメントいただきました。和代さん、実家にはモルモットいましたよ、モルモットいいですね、名前はムッシュとピエールでした、かっこいい。ハムスターハムちゃんの寿命って短いのが、そして大きな音で驚いて死んだように固まってしまうので注意です。あ、そうなんです、わかりました、気をつけます。友人はもう少しで埋めてしまうところだったそうです。死んだふりうますぎてね、それ気をつけますね。で、かわいいお名前つくといいですね、うちの亀の名前を真似しますか、吉田くんと言います、名字
なぜ二葉ちん。これあのペットの名前って獣医さんに連れてくと自分の名字プラス名前で呼ばれるらしいですね。だから我が家の場合吉田くんってね、もし名前つけた場合丸山吉田さんって呼ばれるね、フォークデュオかみたいなね感じになっちゃう。そのあたりもちょっと注意してね、はい、つけていきたいと思います。そうハムちゃんはちょっと寿命がね、そう2、3年ぐらいっていうので、そのあたりちょっと覚悟を決めてねお迎えしたいなと思っております。で今妻の猫山ディジコ先生がですね、せっせとですねハムちゃんグッズを100均でグッズをなんか手作りしたりとか、ね、してもうお迎えの準備を整えておりますのでね、ちょっと名前も決めつつお迎えをね、ちょっとお迎えの時はもちろんお迎え配信したいと思いますし、 YouTube もハムスター1番いっぱい上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでコメント返しのコーナーでした。ドゥンドゥンメタバースババニュース。というわけで今回は許せない一言お送りしました。まあ、なかなかこういうネガティブなね配信しないんですけれども、あんまネガティブになりすぎないようにと思いましたが、いかがでしょうか。そう、割と私スルー力というか鈍感力ある方なので、割といろんな発言結構スルーするんですよね。ただ自分がね、自分も言わないようにっていうのはすごく、気をつけています。やっぱりね、ボイシーのパーソナリティとかね、こうパーソナリティやってるのにね、心ない一言言ってしまってはね、そう、肩なしですからね、そこはちょっと気をつけて。あ、妻にはよく言っちゃうんですよ。最近ね、これしまったなと思ったのが、この間、うちにある金券をですね、こう金券買取ショップみたいなところに初めて持ってったんですよ。そしたら、マリオさん、その腕に溶けてる、腕につけてる時計、ちょっと見させてもらっていいですかっていう。私は身ぐるみ剥がされると思ったんですけど、この時計だけはこれ妻が初めてくれた時計なんで、これ売れないんですよ、あーそれは失礼しましたって話があったんだよって妻にね話した時にですね、査定だけでもしてもらえばよかったかな、最低、許せない、あーこういう冗談なんだよ、これね許せない一言リストに入ってしまったと思いますね。はい、全く売る気ないんですけれども、軽口叩いちゃいけないですねというね、わかるね、はい、事件がございましたけど、本当にね、そういう軽口もね、冗談じゃないっていうね、ことになりますので、ぜひ、気をつけて、しないよね、いただければと思います。はい。というわけで、こんな感じで、毎日配信しておりますので、ぜひフォロー、いいねボタン、よろしくお願いいたします。次は、どの声と繋がりますか？また明日お会いしましょう。メタバースパーソナリティパパ丸山でした。バイバイ。